はい、とうとう来ましたね、イソンさん。はい。ああ。罰ゲーム執行日です。今日からスタートします。お。いやでもすごいですよ、羨ましいですよ俺は。うん、俺も羨ましいよ、やることは。いや全然もう譲りたい。じゃあ俺何をするんですか。じゃあ翔ちゃん言ってあげて。はい。1週間定位置生活。週間、もう天一だけしか食べてはいけません。すごい夢のような。そうだよ、別に3食天一ってわけじゃないな、もう今までの自分の食生活の中でそれを天一に置き換えるってだけや。そうそうそう、あのでも1日最低1食は天一食べるようになって、はいはい、でもそれ以外はもうお腹減ったらもう天一、はい、何も食べちゃダメ。おお、天一以外食べちゃダメ。ラーメンはもうあの徹底だけで。マジかー。で、まあ一応何キロ太るかっていうのも、おぉ、まあ、検証として。でも天一っていろんなメニューありますからね。そうそう、サイドメニューいっぱいあるから。ちょっと野菜は取ってくださいね、うん、じゃあ体重計乗ってください。わ、俺もうほんまに自分のちゃんとした体重測るのマジで久しぶり。おぉめっちゃ怖いねんけど。はい。おぉ、ジャスト。あ、おぉ、不幸な、不吉な数字ですよ、666って。あ、そうなの。はい、はい、66.6kg ですね。おぉ、はい、これがさて1週間後に何キロになるのか。太ったなぁ。つけ麺ズ。僕普段1日1食ぐらいしか食わないんですよ、ほんまに。あのお腹空いた時に食べるみたいな。だから今夜の9時ぐらいなんですけど、1回で結構注文して食べるみたいな感じなんで僕は。はい、天一着きました。意外とその家から距離があってちょっと行くのもめんどくさいんですけど、1日目食べたいと思います。すいません。はい、チャーハン定食。チャーハン定食。はい、チャーハン定食。スープの方はこってりあったりなんで。あ、こってりでお願いします。はい、メニューはい、はい、お願いします。チャーハン定食はこってりで。はい、ありがとうございます。はい、ごちそうさまです。1日目終わったんですけど、天一はもともと地元におった時から好きだったんで、多分1週間大丈夫だと思います。はい、じゃあバイバイ。2日目です。はい、2日目頑張って。あの撮影の途中なんですけど、今からちょっとお腹空いたんで、はい、天一行ってきます。お、絶対テンション高いですよね、1日目より。なんか、うん、あの1人で撮るより。そうそう、もうめっちゃ挙動不審で周りこう。おはようございます。今から、2食目、今夜の12時ですけど、まあお腹すいたんで行きたいと思います。3日目です。今日は、編集が長引いたんで、今夜の8時ぐらいなんですけども、今日はまあこの多分一食で終わると思います。
今日何日目？4日目です。4日目か。すごいですね。まあまだまだ飽きてない。そうです、ね、全然飽きない。美味しいし。さすが天一。さすが。いいなぁ。いいなぁ、羨ましいわ。じゃあ、まあ、行ってきますわ、はい、今日も頑張ってください。2食目の天一です。ちょっと小腹が空いたんで行きます。2食目です。行ってきます。6日目なんですけども、さすがにちょっともう天一に飽きてきました。なんでまあ今日は一食で終わりたいと思います。最終日です。正直もう天一食べたくないですけど、まあちょっとお腹空いたんで一応食べます。今日は多分この一食になると思います。はい、お疲れ様でした。1週間終わりました。どうだった、実際やってみて。前半は、はい、まあ美味しくて、うん、全然余裕かなと思ってて、はいはい、1日2食食べれたけど、うん、もう後半は、まあ、飽きちゃって、あ結構体調悪くなっちゃって俺、おお鼻水とか、うん、あーなんかそう頭痛いとか ね、あで食欲もちょっとなくなって、はい、もう後半も1食で、同じ味ですもん ね。そうそう、毎日栄養も偏ってるから。そうだね、体調ほんまに悪くなったわ、マジで。悪かったですよ、咳もしてましたもんね。そうそうそう。その体重変動はどう？多分軽なってるんじゃない？多分最終一食やったから。じゃあ測ってみようか。はい、測るか。うん、
よっしゃ、運命の、運命の、はい、運命の、おお、 0.2 キロマイナス中途半端この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ、はい、もう一応その1週間マジでラーメンだけ生活したら、はい、こういう結果になりました、はい、まあでも多分体重自体は多分そんな変わんないけど多分血管、血液とかやばい、ね、もう内面は多分相当すごいと思う。そうですね。